背景です。今回は西部東証国へえぐい投手待たれてきましたということで、今回は2軍にいるあるピッチャーが素晴らしいピッチングをしたので、その選手について話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではそのえぐい投手誰なのかってことを話していきたいと思うんですが、そのえぐい投手というのが今シーズンのドラフト5位ルーキー山田陽翔投手になります。山田陽翔くんえぐすぎるということで話していくんですけれども、ドラフト5位ルーキー山田陽翔投手、まだ高卒1年目ということで、まだまだ本当にね、この先1軍ってことではなくて、2軍でしっかりとね、体作りところをねしていくピッチャーではあると思うんですけども、いきなりね実戦の方で結果を残しました。2軍が JFE 西日本と試合を行ったんですけれども、山田投手3回から登板をして1イニング投げて3者連続三振ということで、素晴らしいピッチングを見せてくれたんですね。JFE 西日本ということですので、プロ野球チームではないのでアマチュア相手にはなるんですけれども、それでもね、やはりこう内容的にもすごい良くて、高卒1年目のピッチャーとは思えないぐらい本当に素晴らしいピッチングをしてくれました。でどういった、ね、内容だったのかというと、山田投手高校時代の最速が149キロだったんですね。150キロ投げることが高校時代はできていなかったんですが、この試合の時の最速っていうのは152キロということで、すでにまだ高校卒業おそらくしてない段階だと思うんですけれども、そのなのにすでにもう自己最速を3キロ更新しているということで、このね、やはりこう部活動引退してから、ずっとねライオンズの自主トレ参加したりずっとトレーニング積んできたと思うんですけど、その期間でかなりね、本人的に自分を追い込んで、強化してきたっていうのがね分かるかなっていうふうにも思います。あとやっぱりこの短期間でこれだけ球速を上げることができる、そのポテンシャルの高さっていうところ、それも本当にね素晴らしいものがあるなというふうに思えた投球内容だったんじゃないかなというふうに思います。でコントロールってところに関しても非常にね安定をしていて、もちろんフォアボールも出してないですし、1イニングね全部三振を取ったということなんですよね。で変化球おそらくスライダーかね落ちるボール分かんないですけど、そこでもねしっかりと空振りを奪えていた部分もあったので、変化球にコントロール、そして球速ってところもついてきて、かなり本当にねいい内容だったんじゃないかなというふうに思います。山田陽翔投手5位ということでね、決してドラフトの順位的には高いピッチャーではないんですけれども、買い指名からまた新たな超人投手が誕生をねさせてくれるような、そういった期待をね持てる投球だったんじゃないかなというふうに思います。で今回買い指名投手ということで山田陽翔投手取り上げさせていただいたんですけれども、西武全体的に最近本当に買い指名のピッチャーの活躍っていうのが著しいんですよね。やはり一番代表的なのは平良海馬投手ですね。ドラフト4位なんですが、高卒2年目からすでに1軍に投げていて、でもここまでね中継ぎで3年間素晴らしい活躍をして、今シーズンは先発転向ということでね、本当にもう球界を代表するピッチャーに平投手はなってくれました。そして昨シーズンはやはり与座投手ですね、5位指名ということではあるんですが、先発ローテーション1年間守りきって、2桁勝利、自身初の完封勝利というのも飾りました。そしてやはり平井投手もね素晴らしくて、ここ最近はねちょっと思うような活躍できていない部分もあるんですが、中継ぎ投手として81試合に登板したりだとか、本当にね中継ぎの柱として活躍してくれたシーズンもいくつかあります。そしてね本田投手、森脇投手、水上投手、彼らも本当に中継ぎの柱としてめちゃめちゃね安定したピッチングをね昨シーズンは見せてくれていましたし、水上投手に関しては育成からのね出身ではあるんですけれども、最優秀中継ぎ、そして新人王のタイトルを獲得して、本当にここ数年だけでもこれだけの買い指名のピッチャーの人たちが、一軍の戦力として活躍をしているんですよね。これは本当にねすごいことなんじゃないかなというふうに思います。でドラ1もじゃあ活躍していないかというとそういうわけではなくて、高橋光成投手だったりとか、今井投手だったりとか松本航投手だったらねしっかりと先発ローテーションを守っていて、しっかりと上位も下位も両方活躍しているっていうのが、最近のライオンズのピッチャー陣なんですよね。で買い指名は活躍しているメンバーだけではなくて、本当に今後かなり期待できるプロスペクトのメンバーも揃っています。一番代表的なのはやっぱり羽田投手ですね。この前の試合でも154キロ投げたということで、なかなか高卒2年目のピッチャーで、しかも左ピッチャーで154キロってこうなかなか投げれるものではないと思うんですけど、本当にねすでにそれだけの実力をねもう見せているっていうのがあります。で黒田投手に関しても昨シーズン秋のフェニックスリーディングでは非常にいいピッチングを見せてくれていて、今シーズン涌井投手とも一緒に自主トレをして、今シーズンももしかしたら一軍登板いけるんじゃないかってところまで来てるんですよね。で大曲投手に関しても今シーズン今井投手、隅田投手と河野江スポーツアカデミーの方にトレーニングに行って、自分のね投球フォーム見直したりだとか、実際に紅白戦でもね本当にまっすぐ素晴らしいボールを投げていました。でフォークに関しても結構落差があるということで、今シーズンのブレイク候補の一人になっています。
まあ、このような形で本当に将来有望なピッチャーもたくさん開始名から出てきている。で、山田投手ももちろんその一人になってきているので、まあ、山田投手もぜひね、この開始名がどん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 活躍している流れに乗って、このままね、まだ高卒1年目なので活躍、一軍で活躍っていうのはもう少し先にはなるかもしれないですけど、この流れに続いてぜひね活躍していってほしいなというふうに思います。山田陽翔投手ちょっと予想外だったんですけど、今後の活躍にも注目してみてみてください。以上です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているのでぜひチェックをしてみてください。ツイッターの方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。